こんにちは。今日は、加湿器のね、ご紹介をしたいと思います。これね、しずくプラスっていうね名前の商品なんですけども、実はね、去年の3月にですね、まだ私が YouTube 始めたぐらいの時にレビューっていうかね、ご紹介したやつなんですけどね、最近でまた再生回数がね増えてきたんでね、季節柄、見る、方もねちょっといるのかなということで、改めてね紹介、動画の方で、撮ってみたいと思います。これ Amazon でね、買ったんですけども、1台目はね実はね不良品でして、つけて何十分かするとね、出なくなる症状だったんですけども、これねそのねお店の方に問いましたら、すぐね取り替えてくれてね、実はねこれ2台目なんですけどもね、はい、調整はねこの下のダイヤルで、合わせるんですけども、今はねこれで真ん中ぐらいかな、これぐらいのね、ミストが、出ています。最大にするとね、最大にします。はい、最大にすると、こんな感じですね、すごい勢いですね。でね、実はねこれね、ここにね、LED のね、ライトがつくボタンがあるんで、これを押すとね、照明が、中の方でねつきます。結構ね夜間、照明代わりというかね間接照明代わりにも、使えるかなって思いますけどね。そしてねこれ結構ね、物自体がね大きいんで、ちょっとね比較対象としてね、2リットルの水のねペットボトルとちょっとね並べてみたいと思うんですけど、これぐらいの大きさです。結構ね、大きいです。だからね結構タンク水もね結構入るんですけどね。あとねこれ横にねアロマオイルかな、こっち側だったかな、あれ近くかこれか、これがね、アロマオイルをね、垂らして、使えるカートになってます。いくらぐらいだったかな、2000円ぐらいだったかな、どうだったかな、そんなにね高くなかったんですけどね。今ね Amazon のページ見ると、まあ新しいバージョンが出てるみたいですけど、形はね、まるっきり、これとね同じでした。でねちょっとね水のねレビューでもね結構書いてあるんですけども、水のね入れるのがちょっと大変なっていうことがね、結構書かれています。その辺ねちょっとね、改めて動画、撮りたいと思います。はい、というわけでね水のね入れるタンクの方外してきました。水はねここのキャップをね緩めて水を入れる形になります。これ板つけますね。ここがね、まあ取っ手代わりというかね、持ち手になるのかな。結構ねそのレビューで書かれてるのがこのね側面っていうか底がね平らじゃないんで、なかなかね置いたりするのね結構大変なんですよね。あとこれこっから水何リットルかな、これガーッと入れるんで
かなりね、あの重くなるんで、女性の方だとね、結構大変かもしれませんね。結構ね、重いです。プルプルきます。まあこんなもんですかね。はい。よし。はい、キャップをしました。そしてね、裏返してみますね。結構7割ぐらい水入りましたかね。はい。これでじゃあ、向こう行ってね、セットしてみたいと思います。はい、じゃあね、タンクの方水入れてきたんで、セットします。あとね、このやつはただ吹き出し口がねカポって、乗るだけです。でね、くるくると、回すことができます。じゃあね、ちょっとね、やってみますね。はい、今ね最大にしてみました。こんな感じでね、使用することができます。まあね、今回まあ、季節商品かな、もう一度ね、加湿器の方、ご紹介してみました。参考になればいいかなと思います。それでは。